今日は雨でぬかるんでるんで、この前より少しゆっくりめに歩いていく予定です。
鳩だ。また箱だ。箱がいます。うん。やっぱり今日は雨のため登山者は少ないですね。ここが六号路と琵琶滝の分岐点で、左を登っていけば六号路、そのまま直進、右を行けば琵琶滝、1号路に合流するルート。目の前の建物が琵琶滝。前回琵琶滝ゆっくり見なかったので、今日ちょっとゆっくり。これが琵琶滝ですね。で、ここの階段を登っていきます。ここを登っていくと高尾山病院裏口のコース、上級者コースに合流します。右側に見えるのが六号路だから、ちょっと U ターンする形になってます。
ここが合流地点。ここがお地蔵さん広場で、ここから上がってくるとここを降りていけば高尾病院に着きます。だ普段はここから登ってここに行ってると、この左側が今登ってきた琵琶滝からのコースで、ここを上がっていきます。今日は雨で傘を持っていて両手が塞がっているので、ちょっと持ち替えたりするときカメラが揺れます。この辺も危険ですね。
右側が木の階段ってより左側が、まあ、緩やかな斜面となっています。まあ、前回は多分ここら辺で滑落したのかと予想したわけですが、こっちのちょっと狭いのですれ違うときに滑る可能性がある。こんな感じの急斜面なんで、一旦滑り落ちたら止まんないで下の方に行ってしまうかもしれません。TBS の動画ニュースではこの辺と書いてありましたが、この辺だとちょっとやっぱ木がブレーキになるから、やっぱこの辺じゃないかな、ではないかと思います。まあ、いずれにしろ危険なことは変わりないですね。ここで上級者コース終わりで、これを左に行けば2号路、これ右に上がっていくと1号路、ここが今来た道です。で、あの石畳を、石階段を上がれば1号路に合流します。うっすらと霧がかかってます。今日は霧がかかってあまり見れません。これが1号路で、向こうがケーブルカー乗り場、これが11丁目じゃ、以上で終わりにします。